スティーブン・ジェイ・キャネルスティーブン・ジョセフ・キャネルは、アメリカ合衆国のテレビプロデューサー、脚本家、小説家、エミー賞受賞。1964年にオレゴン大学を卒業し、1968年にスパイのライセンスの脚本で認められ、ユニバーサル・スタジオのテレビ番組制作部門に参加。特装隊、アダム12の第3第4シーズンで脚本を手掛けた後、 フリーランスとなり、鬼警部アイアンサイドや、刑事、コロンボなどに脚本を提供。以後、脚本家、プロデューサーとして、犯罪者を中心に約40作品、1500話以上の制作に携わり、450本以上の脚本を自身で執筆している。時には、自作の、反逆のヒーローレネゲードや、スティーブンセガール主演の、奪還奪還アルカトラズ隊に俳優として、 出演していた。1979年、スティーブン・ j キャネル・プロダクションを設立。1987年、キャネル・スタジオとして、すべての創作活動を統合管理し、その作品はこれまでに延べ1000時間にも及ぶ。1996年以後、小説家としても活動していた。ロサンゼルス市警察の南西署、強盗殺人化巡査部長、シェーン・スカリーを、 主人公としたシリーズものをはじめ十数作品を発表。マフィアをはめろ。の映画化が計画されていた。2010年9月30日。メラノーマにより死去。69歳没。ありがとうございます。